チェコ会員選挙の結果が10月9日に発表され、中道右派の野党連合をスポルが勝利し、アンドレイ・バピシュ首相率いる与党が敗北しました。一方、チェコ共産党は議席確保に必要な5%の得票率を下回り、1948年以来初めて議会から追放されました。チェコ共和国では8日と9日に4年に一度の会員選挙が行われました。 中道右派の三党連合スポルと二党による海賊と市長連合が200議席中108議席を獲得しました。この二党での連立政権が成立すれば、億万長者のアンドレイ・バビシュ首相が率いる現政権にとって変わることができ、スポルの代表フィアラ氏が首相になる可能性が出てきました。しかし、チェコの憲法では次期首相を選び、 組閣を命じるのは大統領権限となっています。ゼマン現大統領とアンドレイ・バビシュ首相は同盟関係にあるため、新政権誕生のためにゼマン大統領の移行が重要となりますが、9日からゼマン大統領は8日間入院しています。この選挙で自己共産党は3.62%の票しか獲得できず、得票率が5%を下回ったため、 1948年以来、初めて会員の議席を失いました。1989年にチェコでビロード革命が勃発するまでの数十年間、チェコ共産党は反体制派を残酷に弾圧し、劇作家のバーツラフ・ハビエル氏を含む何万人もの人々が強制労働収容所に送られました。NTD ジャパンがお伝えしました。